登場してまいります、日の丸の旗に送られまして、この通路の両側にはたくさんの日本からのお客さんが応援に来ておりますが、その中を今柴田がリング上に上がるところであります。今米倉会長がリングに上がりました。そして柴田が今松本トレーナーから水を一杯もらいました。これを口に含んでさあリングに登場いたします。こちらの時間で、午後0時半に計量が行われました。柴田の今晩のウェイトが129ポンド4分の1 58.6 キロであります。さあリング上に上がりました柴田です。白いシューズをつけております。柴田がもし勝ちますと、ファイティング原田に続いて日本人として2人目の世界2階級制覇ということになりますし、しかも、柴田は海外でかつて、サルジバルに勝ってフェザー級のタイトルを取っておりますので、2度とも海外でタイトルを取るということになりますが、さあこちら側から強打者のチャンピオン現ミラクロワーの登場でございます。スポットライトを浴びて今現ミラクロワーが入ってまいりました。ご覧のように20歳童顔であります。にっこり笑いますと白い歯が綺麗です。しかし試合は大変、すごい根性を持っておりまして高い KO 率を持っております。今リング上に登場いたしました。全ビラフロア今朝の計量では130ポンドちょうど 58.9 キロであります。身長が柴田よりもやや高くて1メートル66.3センチ、一方の柴田が1メートル63.7センチ、2センチ半ほどございます。リング上に両選手が登場いたしました。何せビラフロアチャンピオンのビラフロアは、高い KO 率を持っておりまして54勝のうち36ナックアウト勝ちであります。昨年の4月にマルカノに勝ってタイトルを取り、そして9月にはエチガレーを破りまして防衛1回を成功しております。今晩が2度目のタイトルマッチ、2度目の防衛戦であります。From Ibaraki, Japan, さあ紹介があります両選手。 former world featherweight champion and now the number 5 ranking junior lightweight contender Kuniaki Shibata。 柴田邦明選手25歳、今晩のウェイトが129ポンド4分の1 58.6 キロです。 making his second title defense。 チャンピオンのベン・ビラクロアです。平井さんね、見るからに強そうな顔をしてますがね、8000人のお客さんがわーっとばかりに歓声を上げました。フィリピンの国籍、そしてまだアメリカの市民権は取っておりません。従いましてフィリピン出身ということになります。フィリピン人のベン・ビラフロア、年齢は20歳でございます。130ポンド 58.9 キロ、今朝ほどの計量で、予備計量などちょっと1時間前に水を飲んでしまいまして4分の1ポンドオーバー、約 100g オーバーしましたが、10分過ぎに、12時40分頃に、正規のウェイト130ポンド 58.9 キロを得ております。さて両選手がガンを取りました。柴田選手は真っ赤なトランクスでございます。そしてチャンピオンのベン・ビラホラー選手は黒のトランクスです。第1ラウンドのゴングが鳴りました。スポーツスタイルで左のすごい速いストレートを持っておりますベン・ビラフロア、世界ジュニアライト級タイトルマッチ。白井さんね、はい、柴田が速いラウンドに攻めるかそれとも見るかということでね、はい、だいぶ考えたらしいんですが、結局はですね、はい、1、2、3ラウンドぐらいは相手をじらそうかと、はい、こういうことになったようですね、あのね、これは非常にいいと思うんですね。ただ、足を軽くしておいてですね、いつでもその移動できると、こういう面に持っていった方が柴田とすればいいんじゃないかと思いますね。ご承知のように柴田選手はサルジバルを破りまして世界フェザー級のチャンピオンになりましたが、サルジバルも世界最強のチャンピオンと言われたサルジバルもサウスポーだったんですよね。そうです、非常に、ね、強いサウスポーですね。もう物の見事にね、提携をしたでしょ、その自信はやはり強いと思いますね。柴田はかつて、チームの選手とサウスポーの選手と対戦しておりますが一点も負けておりません。サウスポーに対しては自信を持っておりますし、海外の試合に対してもこれまた自信を持っております。その柴田がフェザー級時代には大変苦しいウェイト作りでしたが、今度は130ポンド4ポンドの違いですが、まあ、その最後の4ポンドがフェザー級の場合は落ちなくて苦しんだわけですから、
実にそういった意味では楽にこう試合前を迎えることができたということが言えますね、白井さん。そういうことですね。まあこうやって見ますとですね、チャンピオンのベンですね、非常に落ち着いてですね、相手の出方をよく見て、相手が来たら打とうと、これ迎え撃ち戦法って言いますかね、こういうようなね、あれで言いますね。ですからそういう意味でね、柴田が右のストレートをね、あまり遠くから打たないことね、ミスをしないようにすることが必要じゃないんですかね。踏み込んでベンが今左のフックを打ちました。馬場さんね、この世界タイトルマッチというのは第一ラウンドはなんとも言えないこう緊迫感が漂うんですよね。そうですね、両方とも落ち着いてますね。でもそう見えますね、さあベンは何を狙ってますかね。何を狙ってますかね、いきなり全然出てきませんね。左のストレートを打ちますかね。お互いにパンチがあります。柴田は右のショートストレート、ベンは左のストレート。ハードパンチャー同士でございますので、一瞬も目を離すことはできません。そういうことです。本田さんの言う通りね、お互いにね、ラカートパンチ持ってるでしょ、ですからね、もういついかなるね、どうなるかこれは本当に分からないですからね、目離せないです、ベンの左は空振りであります。おそらくこの試合は15ラウンドをやらないだろうというのが地元の予想です。中盤であるいは白井さん決まるかもしれません。まあそういうその防災が大ですね、非常に強いということですね。もう全部は全部言ってますね、第1ラウンド終わりました。白井さん採点お願いしましょう。5対5ですね。これはね、大体まあイーブンでしょうね。両コーナーでございます。左上が柴田、右側がベン・ビラフロア。柴田の左に見えますのがスタンレー伊藤さん、前が米倉会長です。試合は第2ラウンドに入ります。白井さん、第1ラウンドの柴田の動き、その他見てどうですか。よくね、相手を見てましてね、自分で無理しないということね、無理をしない、これはね、非常にいいと思いますね。試合は第2ラウンドに入りました。柴田としてはですね、なんとか右の得意のショートストレートをね、サウスポーのベンに決めたいと思うんですが、そういうことですね。どういうタイミングが白井さんいいですか。結局ですね、まあ、じわじわと中に入るとかね、それをすることとね、これはもう非常に気をつけなきゃいけないことがね、入りますとね、ベンの、今の左のストレート、これが怖いんですよ。これを打った後ね、右の服が来ますからね、これを食わないことですね。ベン・ビラフロアは小林に勝ったアルフレッド・マルカロに判定勝ち、そしてアルゼンチンのエチェガレーを判定勝ちに破り、引き分けに終わりまして、引き分け防衛ということで、タイトルを一度防衛しております。今晩の試合が2度目の防衛戦です。入り込んで左を振ってきました。いいじゃないですか、柴田のね、今のショート、ショートブローが必要なんですよ。第1ラウンド第2ラウンド見てまして、ベンの左の空振りがですね、ということは柴田があれを見えるという、パンチが見えるということですね。そういうことになりますね。非常に柴田もですね、気をつけてね、見てますしね、非常に目はなかなか鋭いですね。さあリングの中央での打ち合いになるか。今ベンの空振りをうまく柴田がタイミングをつかみました。今やったそのウィービングね、ヘッドスリップ、これはなかなか柴田いいですね。馬場さんご覧になってですね、どっちがこの精神的に優位に立ってましょうか。追う立場の柴田と追われるベンですかね。そうですね、柴田君焦らない方がいいと思うんですよね。勝とう勝とうという気じゃなくね。まあ、何しても今ね、馬場さんの言ったようにね、焦ってはいかんですね。以前はこのようによくジャブを使ったベン・ビラフロアですがタイトルを取った後割とファイターに転向したと申しますか、右のジャブを使わずにいきなり左を打ってくる、そういうボクシングが多いようです。試合が開始して今第2ラウンドに入っていますが、ほとんど自分の方から打ってくる感じがありません。よく柴田がベンの左は外しています。いや、ベンがですね、少し焦り気味でね、焦り気味で一発パンチできてますね、これは柴田にすればね、思うところなんですね。ベンのいいところはね、その連打がいいんですよ。ところが今打ったように一発で狙ってくるってことはね、相当やっぱり精神的にね、こう硬くなってるっていうんですかね、早く決めてしまおうと、これがあるんじゃないですか。ベン・ビラフロアとしては左のストレートが決まらないことには何としても殿下の宝刀ですからね、ううあれがかわされるようですとやはりちょっと焦りが出るでしょう ね。そうなんじゃないですかね。柴田もパンチがあります。
ベン・ビラクロアもパンチがあります。なんですかこのところ約1ヶ月の間にパンチンググローブを8つダメージしたそうですよね。第2ラウンド終わりました。このラウンドも 5-5 でしょうか。大体イーブンですね。ホノルルインターナショナルセンターアリーナから衛星中継でお送りしております。世界ジュニアライト級タイトルマッチ、試合は第3ラウンドに入ります。 1-2-3 と見ると言っていたその第3ラウンドですね、柴田ね。はい、そうですね、はい。今のね、1分間の休憩の時の柴田の表情を見てるとね、非常に楽なね、楽な感じをしてますね。そういうことはあまりその、力んでいないと、そういうことになるんじゃないんですかね。まあ、しかしこのスポーツはもう一寸先はもう闇と言いますからね、これは分かりませんけどね、非常にこう精神的にはいいもの、じゃないんですか。じゃあこの回ですね、このベンがですね、さっきずいぶんミスをしましたよね。これをねどういうふうに今度は切り替えるかと、これも一つの山なんでしょうね。グローブはメキシコ製の8オンスのグローブです。日本ですとこのクラスは6オンスのグローブですが、8オンスのグローブを使っています。それからルールの面で申しますと3ナックダウンのルールはありません。あるいは4回ダウンしても5回ダウンしても試合が続行されることがありますし、もっともこれは3ダウンのルールがありましてもそうですが、第1ダウン、1回のダウンで試合が終わってしまうこともあります。リングサイドの入場料が30ドルという今晩の試合、8000人のお客さんが入っています。ベンはまだミスしますね。ミスしますね。左のストレートで、また柴田がね非常にいい位置にいることね、これもいいと思いますね。やはりそれはサウスポーに対して自信、自信なんですよ。この柴田君はねよく言ってるんですよね、サウスポーには本当に自信があるんですと。こういう面でね、今日も本当にこう力まずね、自信を持ってのリングに上がってるんでしょう。柴田もそうですが、ベンもそうです。相打ち、最初ベンが打って、その次に柴田が打ったと。相打ちですね。大体五分ですね、これは。よくね、白井さん、嵐の前の静けさという言葉がありますがね。そうなんですね。お互いとも違うでしょう。実際ね、もう 1-2 とですね、あまり打ち合ってないでしょ。でしかもね、この緊迫感があるんですよね。いつ、いかなる時にね、爆発するかと、これがありますね。いかにも狙っているような感じのベン・ビラフロア。レンズのアップサイズの時にお分かりになると思いますが、鼻はもうパンチで潰れています。20歳です。2年前にホノルルにフィリピンからやってまいりました。フィリピンのミンダナオ島の出身です。現在こちらのハイスクールで、夜通いまして英語の勉強をしています。おとなしい青年です。しかしリングに上がりますと荒れ狂うと申しますか、誰もが言います。ベンのパンチは強い。しかしベンは今のところまだおとなしいですね。まだ静かですね。ベンはラスト、柴田がですね、非常にこうちょっと目のつくのはね、非常に軽いですね。おお、いいですね。ストレート。おお、これですね。終わりました。これはポイントになりましたかね。なりましたね、これは。はい。平井さんの採点では柴田が取りまして5対4です。今いいパンチをこの第3ラウンド終了間際に当てました柴田が左の上でございます。ホノルルの KGMBTV と協力をいただきまして、日本への衛星中継の画面をお送りしております。試合は第4ラウンドに入ります。白井さんね、はい、柴田が割にスムースに試合ができるのはやはりウェイトの苦しさがないということなんでしょうか。先ほどお昼過ぎにですね、軽量的に話してましたが、はいはい、いつもですとフェザー級の時にはもう手も足も体もカサカサになるんだそうですね。素晴らしいですね。今日は軽量の時もですね、なんとなく手が汗ばんでくるような感じで、ね、力がこう出てくるような気がしますよ、本人に言ってましたがね。そうですね、まあ、それとね、非常に表情の良かったことね、これは非常に明るかったですね。それとですね、軽量の時にですね、ベンがね、オーバーウェイトしたわけですよ、まあ、ほんの少しなんですけどね、こういう面がね、やはり精神的な面でね、上限がありますからね。馬場さん、はい、この相手のチャンピオンのね、ベン・ビラクロアですが、はい、54勝のうち36ナックアウト勝ちなんですよね。そうですか。パンチがあるんですがね、ただその左のパンチが柴田うまく避けてるんですよ、ところが今までのところの序盤戦なんですがね、あれがね、当たり出すと怖いんですよ。そうしますとね、とにかく右から左、左から右とね、とにかく1打数も打つんですね。
れがね、やはりもう一番圧巻なんじゃないですかね。さんが見ると言った柴田陣営、試合は第4ラウンドです。中間距離で止まってますとベンの左が飛んできます。接近戦をしたい柴田かといって無理に入ろうとしますとまたカウンターがあります。お互いに強打者というのはなかなかやりにくいでしょうけれども ね、お互いにね嫌なもんですよ。今のジャブ2発なかなか効果的、はい、なかなか良かったですね。2発ベンも右に回りました。ハワイの州の花でありますハイビスカス、それを手前につけました。お嬢さんも見ます。さあ打ち合いはどうか。ベンはね、うん、あの右を使わずね、左をね、もう利き腕の左を持っていくでしょ、これがまあやっぱりちょっとミスしてますしね、よくないようですね。今のところ今のようにね、あの右を使わないとダメですよ。ベンもね、レフルのベンの左のボディーブロー柴田に近いしました。ベンがそろそろね出てきますね、強い左のボディーブローでした。こうやって言いますとベンビラクローはカウンターパンチャーですかね。なんかね、今のところそういうような感じですね。あまり出ずしてね、あまり下がらずなかなか出てきません、打ってきません。ベンビラクローはいやしかしこのベンというのはビキビですね。そうですか、ああよく右を打ちましたよ。ボディ打った、柴田がボディを打ちました。柴田がボディを打ちました。ニヤッと笑いました。ちょっと効いたんですかね。あのボディいいと思いますけどね。第4ラウンド終わっています。今のは大体まあイーブンですね。イーブン、はい、はい、試合は第5ラウンドに入ります。米倉会長ほらね、この目つきどうですか。もう本当に真剣そう。柴田以上じゃないですか。そうですね、もう本当にね、あの会長そのものがね、もう今度は本当にもう一生懸命なんですね。試合前のある期間、柴田は実にリラックスに練習をしておりまして、特にあの今晩のこの試合が WBA 特にハワイ州コミッションがですね、大場選手の追悼試合としたいということで、まあ、先ほどもそのセレモニーがありましたが、その帝拳ジムの長野マネージャーから大場が飲んでいた蜂蜜をね柴田をお土産にもらったんですよ。なるほどなるほど。でこれをですね、毎日ね、飲みましてね、今朝も飲んだんですよ。なるほど。感激家の柴田ですからね、先ほどのあの大場の追悼の10カウントのゴング、おそらくあれで、ね、胸がちょっと燃えたんじゃないかと思います ね、ちょっと目つぶってましたね。ただね、今日今までねあまり便がねそう打ち気になってないんですよね、これもちょっとね不気味なんですよね。いつ出てくるかね、いつその従来のその連打ですね、一つ当たるというとにかく1打数も打つというね、このベンがねまだ、打ってないわけですよ。この時にやはり柴田が気をつけないといかんですね。これといったベン・ビラクロはチャンピオンのパンチは当たっていません。むしろ柴田の方がシャープな攻撃にしてますね。そうですね、あのベンはですね、おそらく頭の中でね、その柴田はなかなかやるわいと、こういうようなね心境じゃないかと思うんですね。ですからある意味ではね、まあ、戦略として相手の気持ちをね撹乱すること、これも一つの、ね、戦略なんですよね、まあ、そういう意味ではあの柴田はちょっと成功してるんじゃないんですか今のところ。挑戦する柴田もこれといった焦りはありません。右を返しましたか。今のはね当たってないんですよ。ただバランスを崩したんですね。靴がちょっと触ったんですね、お互いに。それでバランスをちょっと崩したということですね。サウスポーには絶対の自信を持っている柴田国明、ジャブは一発も当たりません。あれだけね早いのね、あれを避けるからね、やっぱ柴田相当やっぱり目を利かしてますね。今日は黒いトランクスに黒いシューズのベン・ビラクロはトランクスに白いストライプスが入っています。まだねそのベンのミスね、ブローのミスがちょっと目立ちますね。青のコーナーの後方にあります客席から時々日の丸が振られています。こういうところ見ますとね、ベンの調子の出るのがちょうど中盤頃じゃないですかね。そろそろ当たり出すのは、まあ、鬼のいないうちに選択ということはありますけどね、まあ、そういう時にうんとねあのポイント稼いでおくのもこれ必要ですからね。クーラーの十分効いたこの HIC
ホノルルインターナショナルセンター。今日のホノルルの気温が、26度6分ですか。しかしだんだんなんかこう会場が熱くなってきたような感じがします。本当ですね。第5ラウンド終わりました。いい分でしょうね。こちら側ベン・ビラフロアのコーナーでございます。まあ、フィリピンの出身ということでトレーナー陣もフィリピン系の方が多いんですが、どう読んでますかね、ビラフロア陣営はね、この後。そうですね、馬場さんどうですか、これなんかチャンスがありそうな感じがしますがね。このセコンドの人たちはね、随分あのチャンピオン側の方が慌ててますからね。そうですか。そんな感じがしますね。まあ結局ね、うまくいかないっていうことがね、やっぱり、まあ、セコンド陣もちょっとね、これはっていうようなね、感じになっているんじゃないんでしょうかね。おお、これ危ない、これ危ない。柴田打ち返した、また打ち返した。さあ、打ち合いになった、打ち合いになった。さあ、打ち合いになりました。これは打ち合いになりますね、この回。全部打った、柴田打った。これ打ち合いになりますと、案外早いですね、決着は。さあ、サードパンチャー同士と火の出るような打ち合いが始まりました。ベンの左ストレート、柴田の左。さあどうなるか。ちょっと柴田ね、打ち合い早いような気がしますけどね。はい、まあ、この先のことは分かりませんけどね。ベンが体を寄せります。ベンの左が当たりますと柴田も左のフックを打ち返しました。右のボディーブロー、最後フック、ミラーパー。柴田のミラーパー、ベンのボディーブロー、なかなかいい打ち合いですね。もう本当にもう息をつかせないような打ち合いになってきましたね。相当今のラウンドはベンは葉っぱをかけられて出てきたんですね。はいはい、出てきましたね。やっぱりちょっとね、まだあの焦りがありますよ。今のフックなんかちょっとね、ぎこちなかったですね。はい、右のフック。ボクシングそのものはこのベン・ビラフロア割とぎこちない感じがしますね。うん、やはり変則と言っていいんですか。いや、そう変則とは思えないんですけどね。まあ結局左から打ったり右から打ったりはしますけどね。ベンのボディブロー、またベンがうなりながら左のボディブローを打ってきました。しかし柴田もね、うまくね、その打ち返してるんですよね。迎え撃ちしてるんですよ。そうですね、これは本当に一心一体ですね。今までの打ち合いにしてもね、非常に一心一体ですよ。今当たってませんね。当たってません。力んでます。今のパンチは当たっていません。かなり力んでます。まだ当たってない。場内の後方のお客さんから歓声が上がりましたが、これは当たっていません。かなりね、ゴワーってなりますけど、ちょっとミスですね。踏み込んでボディを狙ってきます、ベン。これはね、ちょっと柴田いいムードになってきましたね。そうですか。ベンがね、慌ててますよ。ただね、あれが当たると危ないですよね。あ、ですからもうとにかく怖いですよ、当たると。いい服、柴田右。おー、当たった。いい感じですね、柴田。向かい打ち、成功。全部やっときました。柴田チャンス。さすがにハードパンチャーらしい。リング上激しい勝負です。激しい勝負です。ホノルルインターナショナルセンター。第6ラウンド終わりました。どうですか。柴田ちょっとリードですね。柴田リード。試合はこれより第7ラウンドに入ります。さあ両選手ですが、ベンも決して楽そうな顔じゃないですね。ちょっとね、ちょっと意外というようなね、顔してますね。第7ラウンドです果たして今のラウンドあたり、レフリーの張さん、それからジャッジの富原さん、それからミーさん、どのような採点になっておりましょうか。そうなんですよ、これが一番大事なんですね。ホノルルの方は、5ポイントシステムですね。はい、まあ、今晩の試合はそうですね、15ラウンドやることはないと思いますけれどもね。まあ、そういうみんな言ってますけどね。どのような採点になっておりましょうか。まあ、それとね、まあ、人はいろいろとね、見方があるわけですよね。こういう面でポイントがどういうに分かれるか、はい、これも問題ですね。前のラウンド、それからこのラウンドもそうですが、一歩踏み込んで左のボディアッパー、これがベン・ビラフロアのパンチです。そうスピードはないようですが、
ただベンはですね、従来のねこの数打つパンチがね打ってないんですよ。一発二発これなんですね。これがほとんどミスしてましたからね。接近戦くっついた場合はどうか。あ、これは危ないですね。接近戦あまり良くないでしょうね。柴田は押すような左のパンチ、はい、あの左のアッパーとかね、左のストレートちょっと柴田食いましたね。やっぱり中間にいた方がいいんじゃないですか柴田は。あ、今ね、迎え撃ちしてるといいんですよ。馬場さん、いずれにしても一発 KO パンチは共に持ってますからね。そうですね、もう落ち着くことですね。落ち着くことね、もう何でもね、スポーツでも何でもそうですよ。落ち着かなきゃいいことはできませんね。一瞬も目を離すことはできません。リング上お互いに空振りです。試合は早く進んで第7ラウンド。今のベンの右の服強かったですね。最初のパンチですね。柴田のテンプル当たりましたけどね。しかし今日の柴田ね、非常に頑強にですね、あのパンチ打たれても症状にね、あの出さないことね。あ、これは立派ですね。惜しい。柴田右の服空振り、また空振り、ベン空振り、柴田チャンスがある。しかし当たりませんね、両方とも、強いパンチですよ、二人ともね。それがね、本当にミスになってますね。真っ赤なトランクスに白いシュートをつけました。右側、柴田邦明、目つき鋭いチャンピオンのベン・ビラフロア。ほとんど当たってませんよ、今のベンのブローもね、四つばかり打ちましたけど。力んだ感じが第1ラウンドからあります。チャンピオンのベン・ビラフロアです。また狙っています。柴田ラスト30いけ、柴田ラストラスト30。柴田も打ちにくいですか、ここは。うん、迎え撃ったのですね、ショートのボディになった。ミナッパー、柴田ミナッパーです。接近戦は柴田の方がうまい、はい、今とこいいですね。今のこの打ち合いは、ね、やっぱ柴田の方がちょっといいようですね。ベンの当たってないですよ、やっぱりミス、ミス、うん、柴田の右が当たりまして、ここで第7ラウンド終わりました。さあ白井さんね、今、はい、7ラウンド終わったんですがね、はい、今のラウンドはどっちですか。私はね、だいたいイーブンがいいんじゃないかと思いますね。ああ、そうですか、はい、あの柴田の後ろの方のコーナー、みんなあの日の丸を振って応援してますが、そうしますとこのベンの後ろの方がですね、はい、わーっとこのブーブーというんですね。あれは不満を表す。不満です、馬場さん、そうですね、あれは。そうですね、あれ日本人がですね、はい、柴田に応援するとですね、はい、やっぱりこのチャンピオンの方の応援団というか、やっぱり負けちゃいないというですね。ボクシングもプロレスリングもあの日本に入ってきて長いんですけれども、このブーっていう習慣だけはまだないですね。あ、日本ではないですね。本当に馬場さん、どうですか柴田選手。これ僕は今あの何ていうか、チャンピオンの方が大体心理的に何ていうか押されてる、恐怖を感じてるんじゃないかと思いますかね。混乱してるというかね、ちょっと混乱してるようなんですよね。柴田がうまく自分のうまいところに入ってこないんで、なんか困ってるっていうようなことでね。日本テレビ開局20年を記念してホノルルから衛星中継でお送りしております世界ジュニアライト級タイトルマッチ。小林が取られました、あのジュニアライトのこのタイトルを柴田が持って帰ることができるかどうか、1年8ヶ月ぶりに日本に持って帰ることができるかどうか。それとね、こうやって見ますとね、ベンと柴田はね、柴田の方がスピードがあるんですね、はい、あのパンチにシャープさが あるんですよ。それだからどうしてもやっぱりベンのミスになってしまうんじゃないんですかね、ベンのは薄いようなパンチになってるでしょ。サウスポーに対しては絶対の自信を持っております。あのサルジバルにさえ13ラウンドナックアウトで勝った柴田です。よくね、あのサウスポー、あんまり当たってませんね。無理してますよ、力で打ってますね。これは本当にね、柴田にはもう絶好のチャンスですね。そうですね、サウスポーの打つ、ベンの打つ左のストレートが、オーソドックスの選手には見えにくいというんですけれども、柴田あれよく避けてますね。うまくね、避けてますね。やはりサウスポーに対しては自信を持ってるんですね。それごとなんでしょうね。しかしベン・ピラフロアには一発パンチがあります。一発のナックアウトパンチがあります。これがあるから怖いんですよね。柴田の左の服、今のところ戦略的には爪という点では柴田の方がうまくいっているようですけど、まあ、いずれにしましても、おお、柴田の右のストレート、このラウンドどうやら取れそうですね。今の
今の右のストレートなんかでもいいですよ。レンのスピードもやばい、握りました。レンスピードがちょっとね、良くないですね、あまり遅いようですね。今のはどこに当たりました？今のはね、頭ちょっと当たったようですね。ちょっとテンプルの上のようですね。狙ったパンチですね。はいはい、狙ってます。チャンピオンの狙った一発パンチ。いいパンチ入りました。ベン、ベンの今の右の服非常にいい、ね、右の服とか左の服ですね、はい、いいの入りましたね。これで柴田が沈んじゃいかんですね。このラウンドはチャンピオンのいいパンチが2発3発と入っています。第8ラウンドです。柴田も前半ちょっと良かったんですけど、中盤からちょっと打たれてますね、うん、やっぱり後達者がいかんですね。体を振らないといけませんね。それとフットワークを使うことね。いかにもサイドサイド、いかにも狙っているようなベンの構えです。柴田の身の服、ジャブは当たりません。チャンピオン、さあ柴田、2回のストレート当たりましたよ。だんだんベンのパンチが当たってきたということね。これがちょっと不気味ですね。第8ラウンド終わりました。どうですか、このラウンドは。採点が難しいですが、ちょっとね、5対4でチャンピオン、はい、こちら側が柴田のコーナーです。セカンドアウトのベルが鳴りました。白井さん、はい、今コーナーの表情はどうです、柴田。ちょっとこう険しくなりましたね。顔色、え、険しくなりましたか。顔をね、険しくなりました。第9ラウンドです。ベンもファイターではあるんでしょうが、チャンスを使うまではなかなか打ってきませんね。まあそれだけまあ冷静なんでしょうね、頭から作ってくるというんでなくね、よく情勢を見て、そしてこれと思う時にやっぱり続けて打ちますからね、まあそれがですね、あと前の8回にちょっぴり出ましたけどね、これからあとうまく柴田がそれを抑えるかと、これですね。チャンピオンのベン・ビラフロア、フィリピンのミンダナオ島の出身で1メートル66センチ3ミリ、一方の柴田がちょっと背が低くて1メートル63センチ7ミリ、サウスポーのベン・ビラフローは左に強打を秘めています。試合は第9ラウンド世界ジュニアライト級タイトルマッチ、 HIC ホノルルインターナショナルセンターからお送りしております。お互い狙ってますね、お互いね、ここはね、前の8回にはね、相当ベンが打ってきた、だから、この回ね、柴田はね、打って出た方がいいんじゃないかと思いますね。あ、そうですか、はい、接近してですね、実はですね、今石尾運動部員から情報が入りました、はい、柴田の方のコーナーのトレーナーのスタンレー伊藤さんが、相手をよく見て無理をするな、間もなくチャンスが来る、このように伝えたようですね。あ、そうですか。打って出るかちょっと見るかというのは難しいところですかね、まあ、これはね本当にねちょっとしたことなんですけどね、度胸がいるんですよね。それでまた打つことにですね、打ってですね、一発食ってしまう場合もありますからね。これはもう本当にね分からないですね。一寸先は闇ってますけどね。ベンの左ストレート、そう強いパンチではありませんでした。よく体を動かしています。挑戦者の柴田邦明、左のフック、ベンの右ジャブは空振りです。よし、ちょっと当たってませんね、柴田も ね、 そうですね、いい感じなんですけど、スピードがあってミスしてますね、ベンの左のボディーブローです。あのボディーブローは効果的ですね。ちょっと小さいですけどね、軽い、まさに狙ったパンチ。ビラフロア、まるで相手を抑えて打つようなパンチですね。荒々しいですね。強引なんですね。本当に強引ですよ、ベンは。8オンスのグローブがうなりを上げて飛んできます。チャンピオンのベン・ブラックフロアの左のストレート。第9ラウンド終わりました。どうですか。いい分ですね、はい。さあ、あと試合は
10ラウンドに入っていよいよ後半戦ということになりますね。ああ、そういうことになりますね。チャンスはあるように思うんですが、怖いのは、ベンの一発パンチ。そういうことですね。まあ、柴田もね、ちょっと部活にね、出らんないというような、そういうふうなあれですね、ちょっと躊躇してますけどね。馬場さん、なかなかスリルがありますね。そうですね。第10ラウンドです。出てきましたね。ベンが出てきました。第10ラウンド、このラウンドは前に出ています。チャンピオンのベンです。そうですね、ちょっと変えてきましたね。そのラウンド、ベンは動きがあります。小さくジャブを出します。空振り、これは空振り。目のところ切りましたね。右の上ですね。目の上、目を切りました。右の目の上です。そう深くはないようですが、血がちょっと出てますね。うーん、ちょっと不利ですな、これは。右の目の上を切りました。まあ、右の方ですから、ベンの強打を受ける方ですね。うん、そういうことですね。ただこれでね、強打にするようですとはいけません ね、 ね、はは、意識しちゃいかんですよ。迫力あるボクシングを見せますベン・ビラフロア。そうたくさんパンチを出す方ではありませんが、柴田の左が入った。柴田の左、ほら、ベンが打ってきましたよ。ました、ね、細かく、ね、今当たってますね。ベンのパンチ、左のショートアッパーです。第10ラウンド、時々打っては相手の動きを見るというベン・ビラフロアのボクシング。柴田も打つチャンスがあると思うんですがね。手を出さなきゃダメですよ。やっぱりこういうね、先手打つことは必要ですからね。相手に、ね、勢いをつけちゃうでしょ。そこをね、うまくね、規制をするのはやっぱりカウンターですからね。カウンターを打たなきゃいけないんですよ。ペンがね、足を使ってますよ。そうですね。おっ、柴田の右、ちょっと走りましたね。芯をね、当たりましたけどね、ちょっとあの顎をね、ちょっとかすった程度なんですね。まるで相手を飲んだようにベン・ビラフロア。ベンもね、だいぶ変わってきたんですね。リラックスになってきました。そうですね、前のボクシングとは違いますね。足を使って右を使うというボクシングですね。なんか楽に流してるようなあれだね。これでまたちょっとチャンスを見てるんじゃないですか。右当たってますね。柴田、こういう時ほどウィービングしたりね、ヘッドスリップ、これが必要なんですよ。右のストレート、相打ち、左ですね。ベンの左の方が強かったんですよ、今。ベンのパンチが当たりますと、さすがに地元の人気者、わーっと歓声が上がります。第10ラウンド終わりました。5対4でベンですね。ちょっといいようでしたね。柴田のコーナーの後ろの方で日本からの応援団が、日の丸の小旗を持って振りますと、また一方ではブーッと騒ぎます。ホノルルは、まあ、人種のるつぼと申しますか、日系、中国系、フィリピン系、韓国系、たくさんの方がいるわけで、さあこれはあとラスト、はい、5ラウンドね、これが勝負ですね。そうですね、あと5ラウンド。私の採点では今ね、ちょうどね、イーブンなんですよ。イーブンですね、はい。何でもそうですけどね、弱気を出したらダメですね。もう強気です。強気でいく以外ないんですよ。前の10ラウンドからご覧のように右のジャブを使い、右へ右へとボクシングをしてるんですね、はい、またボクシングって。なんかベンがね、本当にリラックスしてね、あのボクシングをしてフットワークを使ってね、ちょっとこう予想外のね、格好してるんですけどね、これが案外こう通してですね、10ラウンドなんかちょっと良かったですね。そうですね、ちょうど1週間前ですか、練習をしておりまして、トレーナー陣がベン・ビラクロアに右を使え、右を使えと、要するにジャブを打てということを盛んに言ってましたがね。そうですね、
柴田もあの足を軽く使うことが必要ですね。今の柴田の右のストレート、あー返されましたね。柴田の左、これはアウト、打って打ち合い、打ち合いになりました。激しい打ち合い、打ち合いになった、激しい打ち合いです。しかしね、こうやって見ますとね、はい、前半ね、柴田の方がね、ベンが一つ打つと柴田三つ打ったんですよ、今度はね、ベンの方がちょっと余計打ち込んでいるんですね。なお柴田の方のコーナーの情報が入りました。右の目の上の傷は心配がないそうです。柴田のパンチがちょっと浅くなりましたね。前の10ラウンドから足を使って動きますチャンピオンのベンビラフローは戦法を全く変えました。ガラッと変えましたね。白井さん、はい、こういう状況ですと15ラウンド全部やるということも考えられますね。ちょっとね、今こうなってきましたね。まああとこの回入れて5回ありますけどね。柴田の右、あ、右ありました。左を打った、ベンの空振りが目立ちます。ベンのね、あの左のフックですか、ショートフック、ちょっと青に入りましたね、柴田の。さあ、柴田の左の服、ボディーブロー。ここで珍しく、この試合としては珍しくクリンチ、両選手ブレイク。平井さん、今日はしかしいつもの柴田と違いますね。ちょっとね、闘志満々と言いますかね。闘志満々です。第11ラウンド終わりました。このラウンドも難しい採点、5対5ですか。まあ、イーブンのようでしたね。激しい打ち合いになりました。11ラウンド、さすがにハードパンチャー同士という感じです。この HIC はそうですね、丸くい会場ですので、日大講堂あるいは、日本武道館、そういう感じがして、ちょっと本当ですね、はい、いいですね、ここは今いいぞいいぞ柴田という声がかかりますとね、ちょっとあの日大講堂にでもいるような感じがしますね。そういう感じですね。さて12ラウンドです。12、13とね、気をつけていきたいですね、柴田も大事に。柴田の左、ちょっと内側で当たったんですね、お手がパーンとしたけど、前半の試合と全く逆なケースで柴田の方が手数が一発パンチという感じで、なんかそういう、連の方が手数が多くなりましたね。ベンのエンジンがやっぱりあのかかってきた証拠なんでしょうね。スロースターターなんですかね。スロースターターですかね。ベンにすればですね、柴田があまり出てこない、自分が打ってくると相手を持つと、まあ、要するにあのカウンターのようなね、それで待ってるんでやりにくいんでしょうね。狙うような感じですね。相手を飲んだような動き、チャンピオンのベンピラクロは、ね、右手で押さえて ね、この辺は二十歳とは思えません。自分といんですよ、やっぱりね。右のストレート、そう、ね、右から左のストレートを打ちました、ただあの今あの右の一発か当たりませんだけどね、あとのはちょっとミスしました。いや、あのもちろんあの失礼、あの左でしたね。スイープ、そこで行く。10ラウンドに切りました。柴田の右の目の上、血は出ておりません。ボディを狙います。柴田、右の左の相打ち、ちょっとお互いに危ないですよ、さあ何か起こりそうなラウンドです。当たればコロッといくような、ね、感じですね。しかし激しい打ち合いですね。相当力が入ってますね。あまりその派手に、ね、打ち合わないですけど、その内容が、ね、非常にあの力強いね、こうハラハラするような、ね、そうですね、そういう感じの打ち合いですね。おう、うまいですね、なかなか弁も踏み込んでパンチを出しました。このラウンドやや手数が少ない柴田です。ちょっと少ないですね、もっと手を出さなきゃダメですね。
ことにね、後半なんてね、あのラウンドの後半というのは手を出さないといけない、そうですよ。右、また右、もう右ですね、今、ええ、ちょっと浅かったんですけどね、はい、でも当たってますからね、ワンツー、これは当たっていません。 今のはダメでしたね、当たりませんでした。あ、ベンのアッパー当たりました。まあこうなると一進一退ですね。第12ラウンド白熱の互角、本当にイーブンのようでしたね。枕による不快な眠り、首の痛み、この映像で10。白井さん、はい、おそらく中盤でナックアウトでどっちが勝つにしても試合が決まるだろうと、まあ、本当にそういう予想でしたね、13ラウンドまで来ましたね。来ましたね。あと3回柴田の右の上の手当てが行われてますが、そう、傷は心配ないようですが、顔がちょっと腫れましたね、柴田。そうです、あの目の上もちょっと腫れてますね。柴田が右を出しますと、ベン・ビラクローは左を出します。お互いにベンの左、柴田の右、ここに一発強打があります。時々ああいうパンチを出しますが、あれは悪いですかね。そうですかね、あれずっとね、自分も歩いていっちゃうんですよね。いい攻めじゃないんですよ、あれ右ずっと引っかかっちゃうから、はい、簡単になっちゃうんですからね。ベン・ビラクロアはフィリピンのネグロス島の生まれで、その後ミンダナオ島に渡りましたが、13歳でボクシング始めた時には、まあ、自己流で始めてですね、うん、まあ、こっちに来てボクシングをちゃんと覚えたと言いますか、この2年で ね、そしてチャンピオンにもなったわけですが、最初こうちょっと自己流で変則気味と言いますか、おっと今のは腕を狙いました。相手の懐を探るような感じ、時折放つ柴田 の右の、おー、また右、今のいいですよ、また右、おーおーおー、また右の、またおー、これはあなた、一発ベン・ビラクロアの左が入りました。また柴田の右の目の上、血が一つに流れております。この傷は10ラウンドに切ったものです。柴田もベン・ビラクローをよく警戒していて、決して、ロープ際では戦いませんね。やはりロープ際にいますと危ないですからね。そういうことなんですよね、まあ、よく頭使ってますね。柴田手数、このラウンド3発ばかり、柴田手出して、手出して、その後また強いベンの左が入りました。いや本当にあれですね、柴田が打つとまた必ず打ち返してきますね、ベンも。まあ、今日はね、こうやって見ますとね、やりにくいんですね、柴田、やっぱり柴田を非常にこう苦手としているような感じですね。よし、ベンのボディーブローの後、柴田もボディーを打ちました。あんまり強いパンチではありません。ワンツー、柴田の左のフック、柴田、柴田の右です。柴田手出して、うまさスピードからいって柴田なんですが、第13ラウンドはどうですか、このラウンドは採点は、私もね、あのちょっと柴田がいいと思うんですよ。こう読んで柴田、はい、いくらかね、白井さん、あのこの柴田の右のストレートはあのベン・ビラクロアも相当警戒してましたね、してましたね、練習では何度もそれやってましたね、はいはいはい、同じことがね、はい、柴田にも言えるんですよね、はい、ベンの左ストレートが結構怖いわけで、そうですね、うん、さあ馬場さん、あと14、15ですよ。そうですね、全く互角ですね、感じとして。だからベンがちょっとね、やっぱり精神的なね、焦りがありますね。お、さあいいアッパー入れましたよ、ベンは。体で押すような感じです、体で押すような感じです。柴田が小さいボディーブロー、おー危ない、今のは危ない、ベンの左振って、
ロアがショートアッパーを打ちました。やはりコーナー危ないですね。危ない。ああ止まっちゃいけないですよ。ベンビラクロアが左のアッパーを打ちました。やはりロープが危なかったですね。ああ今だいぶ打たれましたよ、もうアッパーからフックからストレートからね、あらゆるパンチ今ここで打たれたんですよ。ちょうど放送席の真上です。強いパンチ、ちょっと柴田効いてますか。効いてますか。効いてるようですね。これだいぶちょっと効きましたかね。ああこれね、柴田ここからバーッと行った方がいいですよ。打った方が弁が疲れてますからちょっとね、打ち疲れっていうんでね、これがチャンスなんですよ、柴田ここで行けばね、本当にいいんですけどね。ここは攻めたいところですね。ロープに詰まったこの現在までの14ラウンド中ただ1回のチャンスをベンものにしまして、ショートアッパーを打ちました。左のアッパーを打ちました。それが柴田の顎に入りました。本当に小さいパンチですが、あのショートアッパーを打つためにナッツの棒を肘に挟んで練習したそうですね。また今いいの打ちましたね。あの左のアッパーからね、右のストレートショートで、これはなんとかこれ反撃しないとね、ちょっとまたイーブンになっちゃう、あの全体にイーブンになっちゃうですからね。あっと左のフック、あの左惜しい、強打の打ち合い、すごいですね。何かその、まあ、空をついたんですけどね、ひどいすごいパンチだったんですね、お互いに。白井さん、ここは攻めたいところなんですがね、柴田としてはね、あの飛び込んでくるパンチを受けてますといけませんね。おお、柴田の左、柴田の右、ベンがちょっと休んでますからね、ここはやっぱり攻めたいところですね。あのベンも口を開けてますね、かなり苦しいですね。この回前半であんだけ打ったでしょ、コンビネーションで。第14ラウンド、ベンも疲れてるんですよ。このラウンドやはりベンのラウンドですか。ベンですね。さあいよいよ最終ラウンドでございます。あと最後の3分です。59分間にわたります世界ジュニアライト級タイトルマッチ、果たして判定になるか、それともこの15ラウンドで打ち合いがあってどちらかが KO で勝つか。いやー本当ですね、もうあともうなんだかんだ言っても ラストになってしまったんですね。じっくり見ましょう。体を使いますね、ベンは。ベンあの体でプッシュしてきますね。最終ラウンドですから両選手とも相手が怖いとかスタミナとか言ってられませんね。もうぶちかましですね、そう考えてないでしょ、おそらくね。本当ですね、もう何も考えてないですよ、もう無心ですね。柴田の左が何度か当たりました。最後の根性を振り絞って戦います。柴田ですね、もうお互いにそうなんですね、もう最後だと思ってね、頑張ってるんですね。冷たい感じがするんですがね、白井さん、ここで柴田言ってもらい、いや本当にね、思ってるんですよ、攻めろっていうね、まあ、心の中ではね、実際は、まあ、本当に攻めた方がいいですね。まあ、弁にしてもしっかり同じなんですよね。弁も攻めなくちゃいかんですよ、やっぱりね、勝利をものにするのはもうラストですからね、もうラストの1分ってよく言いますけどね、これはもう絶対的にもう徹頭徹尾攻めた方がいいですね。昨年9月のこのベンビラクロワーの第1回の防衛戦はアルゼンチンのエチガレーだったんですが、これは引き分け防衛だったですね。今晩の試合もですよ、これどっちを取ってと、もう我々にはあの柴田が勝ってるような感じもするんですがね、これどっち取ってもおかしくないですよ。試合の最低は全くいいですね。私はイーブンになってますね、このラウンド次第ということですが、ラスト1本、柴田ラスト1本、本当にイーブンなんですよね。おっ、柴田の左が強かった、左が強かったが、ベンもしかし柴田
ドーンと本当になんと言えないね、本当にパンチの応酬ですね。さあだんだん時間がなくなります。だんだん時間がなくなります。ホノルルから衛星中継でお送りしております。世界ジュニアライト級タイトルマッチ。こういう小さいパンチを受けちゃいませんね。今パンチ4つぐらい打たれましたけどね。これはちょっといけないですね。柴田も右が入った。柴田の右が入った。また右、また右が入った。うまい戦法です。ボディ打った後の右ストレート。おお、左が入りました。最終ラウンドチャンスを迎えた。また右、また右が入った。これは効果的。また右、柴田はいいですよ。右を打ってましたね。ちょっとまた反撃されましたね。ダウン、試合終了です。さあ判定です。平井さん、最後のラウンドはどうです。柴田取った、はい、試合さんの採点ですと5対4で、これは1ポイントで柴田ですね。1ポイントということになりますよね。1ポイントでね。さあ、どういう判定が出ますか。どういう判定が出ますか。我々にも分かりません。どういう判定が出ますか。どういう判定が出ますか。レフリーが長、ジャッジが富原保さん、同じくウィーバーとミーさん。さあどうでしょうか。さあどうですかね。こちらのルールによって、まずコミッションで集計した後、リングアナウンサーが、ゴードン・バークさんが、それをアナウンスするわけでございます。さあどうでしょうか。これは本当に難しい判定になりました ね、さあどうでしょう。バークさんがアナウンスします。アナウンスします。Judge Tomihara scores it 69 Villafor, 71 Shibata. Shibata がポイントですね。 Judge Min scores it 71 Villafor, 72 Shibata. Referee Cho scores it 70 Villafor, 72 Shibata. The new junior lightweight champion of the world, Kuniaki Shibata.柴田勝ちました。おめでとう、おめでとう。柴田やった。おお、やりましたね。勝ちましたね。おめでとう。ちょっとね、インタビュー、ちょっとインタビュー放送は、おめでとう。やった。どうもありがとうです。日本にどうぞ。日本の皆さん、一生懸命やりました。頑張りました。どうも、よくやりました。あのね、実はね、私ここで今日もやってください。ベンビラフロアが大きなフィリピンの旗を先頭にいたしまして入場してまいりました。まだ年齢は20歳でございます。ベンビラフロア、今年の3月の試合では左の強打を生かすことができませんで、柴田にタイトルを譲られておりますが、果たして今晩の試合ではどのようなボクシングを見せますか。何しろ53勝のうち36ナックアウト勝ちというベン・ビラフロア。